西王聖王は、春秋時代のスワイの王。聖は、死は熊。意味は、または、文王と息の間の子として生まれた。紀元前672年、熊は、兄の徳航に殺害されそうになり、まにまに亡命した。熊は、隋の国人の助けを借りて、徳航を襲撃して殺害し、総王として即位した。これが西王である。徳を敷恵みを施し、 諸侯と休校を結び、人を使わして、諸行に長行した。それにより、諸行から南方を鎮定せよという言葉を賜り、それ以降積極的に周辺諸国を併等して地里を開いた。祖が急速に力をつけるのを危ぶんだ、聖の最小冠中は観光に進言して、これを撃つことにした。さすがの聖王も、覇者、観光の軍にはかなわず、 和睦して、聖の主催する解明に加わった。漢光が死ぬと、僧の上皇が解明を主催しようとして、聖王を招いたが、聖王は、小国の僧が私を招くとは無礼だと言って、将軍の小玉を派遣して、解明の席で、上皇を大いに恥ずかしめさせた。小玉はこの時の功によって、後に霊院になった。その後、僧は雪辱のために座へに戦いを挑み、 両軍は、王水で激突したが、上皇が蘇軍が川を渡り切るまで攻撃を仕掛けなかったので、総軍は散々に打ち破られた。その後、諏訪に放浪中の進むの講師長寿がやってくると、その大気を一目で見抜き、自分と対等の諸公の礼をもって、もてなすよう家臣に命じて共応した。共演の席で聖王は長子に、もしあなたが国に戻って、後を継ぐことになったら、 何をしてくれますかと尋ねると、長寿は、大王はあらゆるものをお持ちで何をお礼にすることができましょうかと言ったがせよが、それでも立ってお聞きしたいと言うと、もしも私が真に帰ることができて、その後に新祖領軍が中原で出会いましたら、我が軍に三者を退かせましょう。それでもお許しいただけなければ一戦いたしましょうと答えた。小玉はこれを聞いて、顔色を変え、 進むの講師は無礼です。殺しましょうと言ったが、聖王は、ならぬ。講師は礼を守り、献身に囲まれているのは、天が講師を助けているからだ。天は進むを起こそうとしている。誰がそれを止められよう。天意に従わなければかは、免れられないと答えた。なおも小玉が、それでは声を人質となされませと言うと、それでは礼に背くことになると言った。 死んで、恵公が没して、懐公が即位すると、聖王は長次に手厚い贈り物をして、進むに帰らせるために旗に送った。また、聖の観光の七人の公子たちが蘇に亡命してくると、全員を上大部とした。その後、聖王が蘇を攻めると、進むの文公が援軍を発したので、聖王は、これと戦うことを避けて帰国しようとしたが、霊院の小玉は、 戦うことを望んだ。聖王は、長寿は長い間亡命して国外にいたが、天意によって帰国したのだ。天意には逆らえないと言ったが、小玉は、強いて手柄を欲するわけではありませんが、私は悪口を言った口を塞いでやりたいのですと言って、必要に戦いを望んだので、聖王は怒って、小玉に、少数の兵を残して帰った。結局、祖軍は、 上僕で進む軍と戦い破れ、敗軍の攻めを追って、小玉は自殺した。その後、聖王は年長の子である暴虐な孔子昇進を廃して、昇進の異母弟である諸子の孔子職を立てようとしたが、逆に孔子昇進の兵に取り囲まれて、自ら医師させられた。聖王は死ぬ前に我が子に熊手のひらを食べたいと願ったが聞き入れられなかったという。昇進は僕王となり、 医師した聖王に霊と送りなすると聖王の遺体の目が閉じなかったので、聖と送りなすると閉じたという。ありがとうございます。